はい、どうも、ショーティビです。はい、本日はですね、急遽、本当広島カープの鶴本選手という方がいまして、インスタライブをしてまして、インスタで交流があるんで、ちょっと今見てるんですけども、もしかしたら今からちょっと生配信コラボがもしかしたらあるかもしれないし、今、待機しております。で、ちょっといろいろ質問していきたいなと思うんですけど、ピッチャーの方なんで、いろいろ聞いてみたいなと思います。じゃあ皆さんすいません、今からちょっと昭和レTVさんがコラボの企画をちょっと提案してくれたんで行かせてもらいますね。すいません、皆さんこの YouTube 見てくださいよ、昭和さんの。皆さん下げます、下げます。ほら見てください。どうもどうも、はじめまして。どうもはじめましてですね。はじめまして、昭和TVです。鶴本と言います。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。教えてほしいんです。いや、もう全然全然、僕なんか全然なんですけど。え、翔平さん今何歳ですか？今28です。今年29ですか？そうです、そうです。あ、ほんなら2つ下になるんです。僕今年31なんですよ。あ、本当ですか？はい、よろしくお願いします。うちの兄と田辺です。何の話を平成元年ですね。僕平成元年です。あ、ですね。お願いします。翔平さんが3年ですね。そうです、そうです。ぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。広島カープでどういうところですか？広島カープはね、皆さんが想像してる通り面白いです。面白いですか？めちゃくちゃ面白いです、やっぱり。みんなね、カープはちょっとやっぱ仲いいんで。ああ、なるほど。 めちゃくちゃ面白いです。あ、そうなんですね。先輩後輩は一応ありますけど、みんな仲いいですね。まあ、なんかこんな YouTuber の方とね、そんな知り合いになれて。僕なんかも全然KP なんで。KP とか全然そんなあれじゃないです。 YouTube やってるっていうだけでもう羨ましいです。僕もちょっとやりたいと思うんですけど。いや、もうやったらマジで多分。でもインスタライブ本当に面白いんで、いつもこう編集しながら見せてもらってます。あ、ほんまですか？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらも暇つぶしに程度で。いやいやいや、なんかちょっと日課になっちゃってる自分がいます。そうですね。だからまあぜひ良かったです、やって。僕もね、なんかやるつもりなかったんですけど、はいはい、その今のコロナの状態で自粛中でやっぱりね、みんなやってるじゃないですか。はいはい。それちょっとやってみようかな。自分の顔映すってあんまめっちゃ違和感感じるんですよ、ね。まあ、さあ、そう、最初はそうですね。どうなんですか。一回でもやってしまえばなんかもう普通になっちゃいました。そうです。そうですね。発してもらえたんですね。野球しながらとかですね。そうですね。ぜひぜひ。いいピッチャーですよね。右です、僕。右ピッチャーですよね。ですよね。はい、いろいろ教えてください。いや、こちらこそ鬼スライダー教えてください。鬼スライダー。いや、鬼スライダーってダルビッシュさんがやってた握りなんですよ。あ、そうなんですか。スライダーって多分まあ、多分親指が多分こう持つらしいですよね。はい、はいはいはい。こんな感じですね。立てる。こうじゃなくて、こう。はい、これで、グワンって曲がるみたいな。それでグワンと曲がっちゃったんですか？曲がっちゃったんですよ。僕がちょっとスリーク気味で、横回転なんですよね。そうです。YouTube 見た時に、投げ方がすごいスライダーを曲げそうな投げ方ですよね。そうなんですよ。特徴がね。そうなんです。これ見てめっちゃ思いました、YouTube 見て。だからもう誰でもこの投げ方でやれば曲がるんだろうなと思って、だから別に鬼スライダーってわけではないっすよ。ただ普通にただ。いや、でもバッターの反応とかやばいです。僕あんな反応させたことないっす。本当ですか？いや、また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 。でもフォークではなんかそういう反応はありますか？いや、フォーク、僕自身が、スライダーほんまにこれぐらいしか曲がらないです。全然曲がらないですよ、練習スライダーが。だから結局、だから勝負玉っていうのがフォークしかないんですよ、僕。あ、でも、フォークの落差はめちゃくちゃ自信あるんですよ、落ちるんですよ。なるほど。けどんで、三振はまだ取れてた方だと思いますね。あ、フォークってやっぱこう手首をこう固めて、こう投げるっていうんですけど、それが全然できなくて、まあ、スリークっていうのもあるんですけど。ああ、落ちにくいっていうのはありま
落ちにくいっすね。なんかこうシュートします。そうっすね。なのに僕はもう変化みたいなのがこうっす。こうっす。こうです。ほんでこの指とこの指でグリップしてますよ。へぇー、こう持つんですか。もうあとこの2本はもう乗せてるだけです。この上に固めて手首をで、そのまま抜く感じです。なるほど。めちゃくちゃ落ちるようになりました。軟式でも落ちますか。いや全然落ちます。全然。あ、落ちます。自粛が終わったらちょっとその企画もちょっとやってみたいと思います。お願いします。で、スピードの方は何キロぐらいなんですか。マックス、マックスは今年は151ですね。すげえ。いやでもプロ野球で151はもう普通ですもんね。今甲子園でも投げてますもんね、簡単にね。そうですね。やっぱ球速くてもやっぱ打たれちゃうってやっぱ言うじゃないですか。はい。そういう場合ってやっぱもう制球力なんですか。どうしたら打たれないかって言ったらやっぱ制球力。ああ、必要っす。やっぱり150キロ投げれば注目されて、はいはい、それでプロデビューを目指せるって感じなんですけど、はいはい、いざプロに入ったら結構コーチの人にスピードなんていらないよって言われて、やっぱりその四隅に集めるコントロールを磨きなさいって言われます。なるほど。だからうちのカープの野村祐介とかおるじゃないですか。はいはいはい。なるほど。すごいですよ。すごいですよね。その150キロのスピードをこう操れるっていうのはすごいですよね。確実に。そうです。ですよね。すごいですよ。やっぱり。なんか中学高校の時ってこうだんだんこう、まあ、体がまだ未熟ですけど、はい、徐々にこうスピードが上がってくる時あるじゃないですか。はい。そういう時ってこうやっぱボールって浮きがちじゃないですか。浮きがちですね。そういう時どうしたらいいと思いますか。なんか球。早いけど、それに臆病になってしまうピッチャーって多いじゃないですか。そうですね。自分が操れないから置きに行ってストライク取りに行くとか多いじゃないですか。だからそれはやっぱり試合中で修正するって難しい話じゃないですか。そうですね。だからブルペンで外角の低めをずっと投げ続ける練習ってやっぱピッチャーで大事と思うんですよ。ああ、なるほど。全力で投げた方も自分で身で覚えて、そこに、だからノースリーになりましたやったら、そこに目がけたところに外角決めて、俺は絶対ここにストライク投げれるっていう投げ方を見つけて練習するっていうのが一番いいんじゃないですかね。なるほどですね。いきなりはやっぱり難しいと思いますね。そうですね。やっぱりこう最初こう120キロだったのが、いきなりこう130何キロにこう上がった時に、なんかこういつものイメージで投げてるけど全部上行っちゃうみたいな時があったんで。あります。そう、そういう時ってどうするんだろうなと思ってちょっと質問。コメントすごい来てて、こうコメント見ろやって来てますよ。その抜けるってあるじゃないですか。はい。僕が、カープの時にピッチングコーチ澤さんに乗ったんですけど、澤さんがいつも言ってたのは、高めに抜けるのはいいよって絶対言われとったんですよ。へー、そうなんですか。ちなみにそれはオーバースローもスリークも一緒ですか。一緒です。やっぱりピッチングするのに大体どのピッチャーのコーチとかも真ん中あるじゃないですか。はい。で内角あって外角あるじゃないですか。はい。その3分割でいいみたいなんですよ、基本は。へえ。その9分割で投げ切るっていうのはやっぱり無理じゃないですか。はい、そうですね。だからピッチングはそこを投げ切るっていう練習が大事だってめちゃくちゃ言われました。なるほど。プロの選手でもやっぱそういう風に指導されるんですね。そうです、まあ、プロの指導は基本もコントロールとかそのフォーム関係めっちゃ言われますね。その、投げる球に対してそのフォームを覚えときなさい、
そんな感じですね。そうなんですね。ありがとうございます。めちゃめちゃこう勉強になりました、今。全然ですよ。ありがとうございます。全然なんで。いやいや、なかなか、ぜひともいつかこうコラボを実際に。いや、ほんまに、ぜひお願いしますね。はい、お願いします。タイミング合うんだったら、いつでも。ぜひお願いします。ぜひお願いします。ちなみに肩とか大丈夫なんですか？大丈夫、全然大丈夫です。あ、マジですか？もう僕は、軟式も硬式もなんかあんま変わらないですよね。あ、本当ですか？感覚がなんか、あんまり軟式から硬式になったらいいけど、硬式から軟式って難しいって言うじゃないですか。はいはいはい。それがあんまりないですね。楽しみにしてます。じゃあぜひこちらこそ、ぜひ今後ともよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。見てくれたすいません、ありがとうございました。お邪魔しました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで、今ですね、元プロ野球選手、鶴本さんとコラボさせてもらいました。ちょっと今ね、すごい盛り上がってたんですけど、ちょっと止めちゃって申し訳ないんですけども、楽しかったです。はい。で、曲がってるんで、一番ちょっと見てほしいのが、左バッターの時に、三振取るやつあるんですけど、左バッターの三振の反応がやばいっす。鬼曲がってるなっていうのは、それでわかるんで。一回見ちゃってください。言ってくれてますね。鶴本選手は関西の方なんで、まあ、機会がありましたら、撮影一緒にさせてもらいたいなと思います。今はこう自粛ということで、自粛の期間ですね、インスタライブ結構やられてるんで、鶴本さんのインスタはね、概要欄に載せておきますんで、チェックお願いします。それでは、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、お待ちしょう。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それでは、おう、両下、あつお。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。Yeah!